お父さん、どれくらいで元気に？せえ。な。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。あれ？え？な！おいおい。ほう。はあ。なあ。はあ。おいおい。どうしよう。はあ。悪いな。フリーザの気は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。これで。ほう。なあ。やば。なあ。ありがとうございます。はい、はい。ほう。
やっぱりベンデだ。クリリンさん、ゴハンさん。ああ、それが、それで、最長…やっぱり、僕は最長老様に言われて…あれは、ナメック語で喋らないと、願いは叶えられない…ナメック語…急ぎましょう、最長老様の順…ところで、ベジータは？はい。よし、できる。到着。ベジータはど、あいつ、しかし、これはあいつに悟られないよう、シェンロンが出た時に気づかれても、少しは、よし、はい。ん？え？急げ、デンデ！はい！タッカラプト・ポッポルンガ、プピリット・パロ！光った！あ、空が暗くなった！地球のドラゴンボールと一緒だ！ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まず、サイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダップルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え、生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん、そっちの状況は分かった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしろ。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、
つてのニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと。ナメック星か。なるほど。感傷に浸っている場合じゃない。遠くにとんでもなくて、その近くにも、でかい。フリーザが近づいてきてると、なぜ空が。なんそれに、あの化け物は。くそー。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に、ここへ来て欲しかったのですか？そんな。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは三つまで叶うんです。まだ一つ叶える願いが。バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもうそこまで来ているぞ。三つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。そんな。なんて敵だ。勝てるわけ。ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの3人で戦えば、なんとか勝てるぞ！
こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。え、変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって？恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？ばっ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！心配をしてる暇はないぞ。このガキ、逆上して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。貴様、ただのチビではないようだな。今のはしかし相手が悪かったな。ちくしょう。
でかい木がさらにバカでか。いよいよフリー。かすかな記憶に。俺とそっくりだ。地球人の言っていた。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを。悪いが、どう鍛錬したかわからんが、何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば。そうだ、私はフリーザに。今さらどうしようもないことだ。それに俺は。そうすればお前。何？早く私の体に手を置け。うん、いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでも。おい。まず何という力。今行くぞ。この力があれば勝てる。ザコがいるようだな。あそこか。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。おっ、くっ、ぬが。ベジータ、今だ。攻撃してくれ。よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな！あのチビも。何か来るぞ。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを。カスで悪かったな。フリーザを片付けた後まだナメック星人が。俺一人でやる。いえ相手の実力も。わっ、これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。
されたナメック星人の怒りを思い知れ！すげえ、フリーザと互角に戦ってる。いや、それ以上だ。さっきは悪かっただが想像以上に。俺もだ、本気でやろう。どうやら勘違い。今見せたの何？貴様は今のこの俺が貴様にも与えてやるぞ。この俺に対する変身だと。よし、先に絶望。このフリーザはその変身をあと2回も俺は残している。見せてやろう。光栄に思うがいい。ピッコロさん、くそ！待て、貴様。それよりこの俺を半殺しにしろ。え？ふう。お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め！どうり？ちょっと拝見。ピッコロさんから受けたダメージがなくなってる。今のはなかなかでしたよ。すぐに片付けてやる。Depois de termos agonizado. Portanto, ouça com atenção. Antes que Frieza se transforme de novo, precisa me atacar. Até que eu agonize. Faça isso! Eu não posso. Não importa se eu me ferir. Precisa fazer isso! O que está esperando?
それで。ご飯。Você pode curar os outros e a mim não? Você também matou muitos dos nossos amigos. Não posso curar alguém assim. Mas... Eu não posso curar você. すまない。助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ？だからあいつ、わざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも。直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。Vamos, Dendê. Eu entendo porque você não quer curar Vegeta, mas se ele morrer, não conseguiremos fazer nada. Mas ele é... もたもたしやがって。フッ、フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか。皆さん、約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげる。なんてスピード。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやる。ガキどもには見えなかったようだが、俺に大した自信だ。それとも
恐怖。今のうちにそこにいるのがスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談。カカロットの出番はない。見えてるぞ。したのかな。ちょっと本気でスピードを上げたらついてこれないようだね。これが俺の限界だと。バカだ。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。フリーザからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。湧き出てくる。自分でも怖えくらいだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近く。